奈良県十津川村神野川山天地区。2011年9月台風12号が四国地方へ上陸、紀伊半島に記録的な豪雨をもたらした。山は崩れ、集落は孤立。約2ヶ月後の11月、寸断された168号線の開通を待って神野川へ向かう。心配したんやで、台風の時。あ、そう、すみませんな、ありがたいよ。あ、電話通信しの。全然通信かってな。そうやろ、電話通信、何もその電気はこん、まあ電気こんのが全く心細いもんやわ。電話も通じんの。その後、山天地区は避難警戒区域となり、集落は無人となった。ほな、あれ、人が全部いいんようになった時は犬も鶏も置いたまま。そう、置いたまんま。で、帰ってきた時に元気やった、うん、元気なかった、元気の飛びついてきた。もう落としただけでもうどうぞ向こうからもしっとたかしてな、もう下の方で飛びついてきたわ。どこにおったんやろ、わからんのにな。喜んだで、ものすごい。ここら辺の砂利はもうこれさ、もうこれもう、もう土流れてしもての砂利だけ残ってるわ。もうほんで石ばっかりのな、見てよこの石ものすごいやろ。こんな、そんなんなってまたこれもう一回ちゃんとしようっていう気持ちになるっていうのはどういうことなの。やっぱり自分が頑張らな、あの先祖さんに割りはだほんでしっかり頑張って、やっぱりのうち守らな思ってあやけどな、もう山手が一番いいなそんな風に思えるふるさとを私は心から羨ましいと思う。どんなに険しい山の暮らしでも、そこに生きる彼らにとってはそこが世界の中心だ。もうそうやけど、もうそれからこっちも一度もう一回帰ってきたらもう埋まっても構わん、もう行きとんないよ思ったの。あとが上から崩れてきたの、ほんまほんま、もうここで埋められても構わん、もうどこも良いか良いかほんま良いかんよ。この笑顔にまた会いに行きたいと思う。ありがとう。ここに美しき日本があります。おおきに、はい、おおきに。